開票作業が進んでいるイラン大統領選挙で、国営放送が恩恵派候補のヘンマティ氏が反米の保守強硬派、ライシ司法府代表の勝利を認めたと報じました。保守強硬派が8年ぶりに政権を奪還することが確実になりました。ローハニ大統領の任期満了に伴う今回の選挙では、最高指導者ハメネイ氏からの信頼が厚いライシ氏など保守強硬派3人と、 恩恵派ヘンマティ氏による4人の争いとなりました。ただ、事前審査で強硬派以外の有力者が軒並み失格となったため、有権者の反発が強く、投票率は過去最低水準に落ち込むと予想されています。こうした中、国営イラン放送はヘンマティ氏が19日、ライシ氏の勝利を認め祝福したと報じました。 保守強硬派の政権が誕生すれば核開発問題などをめぐり国際社会とイランの緊張が再び高まる恐れがあります。